石原慎太郎元知事は豊洲市場の問題で先ほど取材に応じました。あの下にコンクリート箱物を作るってのは彼から上がってきた、私が逆にある専門員から聞いてこんな話があるぞと言いました。それでね、その後のね、副知事を含めたね、特別署との幹部の週に1回やってる朝昼飯の時にですね、専門家からこういう話があったんでこれは考えた方がいいんじゃないかと言いました。それでその後ですね、何の報告もないままにあそこにああいうコンクリートの箱を作る計画が進んでいった。それについての一切の報告は受けてません。石原氏は地下にコンクリートの箱を埋め込む案について当時の市場長とのやり取りを明らかにした上で、その後報告がないまま計画が進んだと話しました。